おめえたちも何らかのでっけえ力が働いてると思った方がいいぞ。ああオラやおめえたちがいくらおかしいと思っても何の意味もねえんだけどなじゃあ今日もオラがおめえたちに超スペシャルな情報を提供してやっからな最後まで耳かっぽじってよく聞いて言ってくれよなじゃあ始めっぞ。 今日の東京株式市場で日経平均株価は3営業日ぶりに反発したぞ。前日比で72円60銭高の28,892円69銭で終えたな。高決算や業績見通しの情報修正を発表した銘柄に買いが入ったからよ。上げ幅は180円を超えて心理的な節目の2万9000円に乗せる場面もあったな。そんな中でよ。 週末に衆院選の投開票を控えてることもあって一時は300円超下げたけどよ。 全くと言っていいほど方向性が分からねえ1日だったってわけだ。米国でアップルやアマゾンが28日の通常取引終了後に発表した2021年7月から9月期決算の内容を追いやけして、日本時間29日のナスダック先物は下落したぞ、損でもって、国内では衆院選で自民党の単独過半数の維持に懐疑的な見方がここに来て強まってて、短期筋は。 朝方から日経平均先ものに売りを仕掛けたってわけだ,ただ給料泥棒のキーエンスや老舗のソニーグループなどが高決算を発表して買いが入る銘柄も多くて結局のところ 日経平均株価の下値は堅かったったてわけだ衆院選投開票をまたいで週明けまでポジションを持ち越したくない投資家がかなり多い中で午後は売り方による買い戻しが進んで日経平均株価は前日終わり値を上回る水準で推移したぞ。月末の衆院選投開票に加えて来週にも米連邦公開市場委員会 FOMC も控えるために中長期の投資家は様子見姿勢を強めているぞ。 短期筋の売りと買い戻しが一巡した後は日経平均株価は前日終値近辺で小幅な動きとなったな今日もオラの予想とは違った動きを日経平均株価はしてたけどよ今は耐える時期だとオラは思ってるぞいつまで耐えられるか分からねえけどなうまくいかねえ時は何やってもうまくいかねえんだからあまり気にしすぎずになるべく損を少なくする投資を考えていこうぜじゃあ 今週もこれで終わりだな明日も絶対見てくれよなおっすおめえたち今日は月末の株安アノマリーで下落すると思ってたが最後は上がっちまったなこの動きにはオラは違和感しか感じねえぞいいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ絶対人のせいにすんなよじゃあ明日も絶対見てくれよな